エネオスホールディングス子会社で再生可能エネルギー発電大手、ジャパンリニューアブルエナジーは、渾身の場で女性へのセクハラ行為があったとして、安重茂会長を解任したと発表しました。去年12月下旬に内部通報を受け調査した結果、不適切行為があったと判断したということです。エネオスホールディングスでは、これまで会長と社長がセクハラで辞めています。